はい、今日も始まりました。ナイスハブチャンネルです。始まりましたね。はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。前回はですね、アロマオイルと精油の違いっていうことをテーマにしてね、やりましたけど、いかがでした？はい、私の中の認識でアロマオイルと精油って同じものだと思ってたんですけども、全然違うものだっていうのを教えていただいて、かなり整理がつきました。そうですね、やっぱりこう天然のものとね、まあ、科学的に作られたものっていうね、まあ、大きな違いがやっぱありますのでね、その辺でまあしっかりとしたものを選ばれるといいですよっていうことでしたよね。危険性があってなかなか選ぶのもね、慎重にならざるを得ない、そんなものかなというふうに思いました。今日はどのようなテーマで？今日はですね、まあ、前回の、最後にもねちょっと触れましたけど、まあ、代表的な、まあ、精油3選ってことでね、今日はねやっていきたいと思います。はい、うん、まあ、皆さんね、精油を選ぶのにもね、やっぱ何を選んでいいか迷うと思うんで、まあ、初心者の方でも比較的こう入りやすいというか、そんな感じで、まあ、代表的な、まあ、精油をね、今日はちょっと3つ紹介させていただこうと思います。お願いします。まずはですね、ラベンダーからちょっと紹介していきたいと思います。まあ、なんでラベンダーかっていうと、まあ、前回の動画でも精油は抽出部位がいろいろあるよっていうことね言ったと思うんだけども、まあ、ラベンダーっていうのは花から取れる精油なんで、まあ、花の代表で、まあ、みんながよく知っているものっていうことで、今回はラベンダーをちょっと紹介したいと思います。でこちらね、ラベンダーの精油ねちょっと用意してあるんだけども、ちょっとね匂いをまず嗅いでみて。はい、ラベンダーといえばね、私の部屋にもアロマオイルとしてありますけど、うん、これは本物のエッセンシャルですね。エッセンシャルオイルです。ああ、はいはいはい、フローラルの香り。うん、もうまあラベンダーの香り知らない人はあんまりいないと思うんだけど、ね、馴染みがある香りですけども、うん、やっぱり私の部屋にあるものより濃い感じがします。濃い感じでしょ。はい、まあこれ原液だから ね結構濃いと思うんだけど。ああ、でもいい香りですね。なんか落ち着くような、うんうん、いい香りですね。そうですよね。で、うん、やっぱりいい匂いだね。今ね、夏くんが言ったように、これね、ラベンダーっていうのはやっぱりね、寝る前に嗅ぐといいとかね、やっぱリラックスするようなそういう効果がやっぱあるんですよね。うん、だから寝る前に寝室とかで、まあ、ちょっとアロマ炊くとかね、はい、押すとぐっすり寝れて、そして目覚めもいいっていう。ああ、いいですね。そういう風に言われてますね。やっぱ花だからフローラルな感じもあるし、あんまりこれ嫌いな方って少ないかも。確かにそうですね、うん、柔軟剤とかもこういう系が多いかもしれないですね。ありますよね。まあよく嗅ぐ香りではあるけども、やはりそれだけ皆さんに受け入れられてるっていうことだと思うんですけどね。まあ、あとはこう芳香浴として嗅ぐのももちろん一つだし、まあ、この前の話にもあったようなトリートメント、あ、ね、はいはい、マッサージのオイルとしても使うと、こうストレスを和らげたりとか、あとね、免疫力を上げるような、うん、そういう効果もあるって言われてるので、うんうんうん、まあ、今なんかね、こんな時代ですから、はい、免疫力上がるっていいじゃないですか。ですね、うん、だから寝る前に嗅いでもいいし、ちょっとマッサージで、うん、こういうオイルね使ってあげてもすごくいいんじゃないでしょうか。馴染み深い香りだからこそ、本物の香りっていうのがまたよく分かっていいですね、うん、いいですよね、うん、こちらはだからもうまず代表的ってことでね、おすすめさせてもらいたいと思います。次はですね、スイートオレンジ紹介したいと思います。オレンジですよ。これまずまたちょっと嗅いでもらって。はい、うん、スイートオレンジ、あ、優しい香りですね。うん、あ、けどさっぱりするオレンジだよね。うん、うん、で、なんで今日またこれオレンジ紹介させてもらったかっていうと、部位がね、これ果皮、果物の皮って書くんだけど、果皮代表としてね、オレンジっていうことで、まあ、みんな知ってるオレンジの匂いですよね。うん、のないイメージ、なんか元気になるっていうイメージですね。あ、そんな感じします、うんうん、これもやっぱりね、リラックス効果があるって言われてて、これもやっぱ寝る前とかに
寝室で炊いたりするとぐっすり寝れるとか、うん、目覚めもいいとか、うん、なんかそういう感じで使われることが多いですよね、うん、なんかリフレッシュ感もあるしすごくいいですね、うん、もともと柑橘系の果物好きなんで、うん、すごく合いますね私には。やっぱオレンジの匂いっていいですよね、うん、でこれイライラを解消する作用もねやっぱあるなって言われてますし、うん、やっぱ明るく元気になるような、はいはい、そんなイメージですよね、はい、うん、でこちらは先ほどの話みたいにトリートメントでねもちろん使うこともできるんですけど、あのね柑橘系の精油に多いんですけど光特性って言って皮膚にこう塗った時にねその後紫外線を浴びたりするとちょっと腫れちゃうとか、ほうほう、そういう光特性のあるものが柑橘系の精油って多いんですね、うん、ですけどオレンジスイートはそれがないんですよ、うんうん、だから安心してトリートメントとかでも使えるし、うん、で芳香浴として使ってあげてもいいよっていうことで、うんうん、非常にこう精油初心者の方でもね扱いやすい精油で、はい、なおかつこの柑橘のいい匂いが体験できるってことで、うん、これは間違いなくね入門編としてはとてもいいんじゃないですか、ね、いいですね、人気も出そうですよね、うん、そうそう、もうオレンジの匂いもね、うん、あんまり嫌いだっていう人に会ったことないし、うん、まあ、無難でいい匂いだと思いますので、うん、こちらもねおすすめです。最後はですねペパーミント、はい、うん、もうみんなが知ってるペパーミントですけど、これもね、まあ一回精油のペパーミントってやつを嗅いでください、はいはい、あ、まさにですね、ね、スースーするこの感じ、うん、もう別名がこれ西洋ハッカっていうぐらいですから、もうそうですね、ハッカーのですね、昔のハッカの匂い、はい、いいです、いいです、うん、これ好きですよ、これもいい匂いですよね。そうですね、うん、でもやっぱりその植物のミント、うん、デザートに乗ってるやつをこうかじったりするじゃないですか、うんうん、それと比べてもなんかもっと濃いというか、うん、すっきり感が強いですね、うん、そう、ここでもちょっと匂うから、うん、アイスクリームでもあるよね、こういうの。ありますね、チョコミントありますね。僕好きなんだけどねチョコミント、はい、いい匂い、うん、これやっぱ葉っぱで、でこれはね、葉っぱから抽出されるってことでね、さっきラベンダーが花で、オレンジが花皮で、これは葉っぱっていうことでね、まあ、葉っぱものの、まあ、ちょっと代表っていうことでペパーミントですね。やっぱこのクールな、もう本当特有な香りですよね。そうですね、うん、でリフレッシュ感ありますよね。ありますね、うん、で最初の2つが寝る前に嗅ぐといいよってずっと言ってきたけど、こちらは寝る前に嗅ぐと眠気が覚めてしまうむしろリフレッシュしちゃう、はい、もうそっちですから、まあ、ちょっと眠くなってきたとかね、うんうん、いう時にこれでシャキッと押してもらおうと、うんうんうん、ね、あとはもうこのスースーしますから、うん、鼻がちょっとなんか詰まり気味とかさ、あ、はいはい、なんかそういう時に通りがよくなるスッとこう、はい、通っていくと、まあ、あとはよく言うのは頭が痛い時とかね、はあはあはあ、ちょっとこうスッとすると、はいはい、シャキッとするっていうような、そんな効果もあるのかな。まあ、あとよく湿布とかで使われたりするじゃないですか。はい、そうですね、あとはなんか清涼スプレー。あ、はいはいはい、だからこう体感温度が下がるようなイメージ。はい、本当に下がるか分かんない。でもなんか冷たい感じするよね。しますね、うん。だからそういうような作用があるっていうことですよね。僕が好きなのはあれです、シャンプーに混ぜるやつ。あ、トニック系の。そうですね、もうスー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 する、うん、ああいうイメージだよね、うん、そうですね、うん、あと掃除に使ったりもしますよね。はいはいはい、だからやっぱりね、抗菌作用っていうのもあるんですよ、うん、だからまあ頭とかでも、うん、掃除とかでもね、やっぱちょっと抗菌っていう作用も期待して使ったりもできるっていうことで、これも非常に有名だけど用途が広いというか、そうですね、うん、すごくねおすすめの一つですね、うん、まあ簡単ですけど今日は代表的な精油3選ってことでねやってきましたけど、いかがでしたか。はい、どれも馴染み深い香りではあるんですけども、こうやって精油として嗅がせていただくとやっぱり本格的な感じがして良かったです。
そしてまたそれぞれの精油に効果があって取れる部位が違ってとかっていうのもかなり深く知られたのですごく勉強になりました。うん、まあ馴染み深い匂いでもね、それぞれにやあの期待される効果もあるし、まあ抽出部位なんかも違うしね、まあちょっとね知るとまた楽しくなってきますよね。そうですね、多分資格を受けられる方っていうのはそういうのもテストに出るってことなんでしょうね。そうですね、もうあの一つ一つの精油についてあの、まあ、深く知っていくと、いろんな効果を期待しながらっていうことですよね。うん、改めてやっぱり各精油のその効果をちゃんと覚えながら使っていきたいなっていうふうに思いました。うん、そうですね、そんなことであの次回はね、やはりあのこういう症状というかこういう時にこういう精油を選びたいとか、なんか漠然とね匂いだけで考えてると、はいはい、わけが分からなくなってきちゃうから、はい、まあリフレッシュしたい時とか、なんかそういう時にはこういうのがいいよとか、うんうん、まあ、そういうようなあの精油の選び方的な、そんなお話をですね次回はしていきたいと思います。楽しみです。それでは